描いていたんですよね。連想マジカルバナナみたいなする。皆さんこんにちは、辻しおんです。イエイ。さて、私辻しおんなんですけども、山陰海岸ジオパークさんのですね、PR ソングを任せていただくことになりました。イエーイ。 SNS、Twitter とか Instagram とかでは、ジオパークにこの前旅でね行かせてもらっていた動画とか画像とかを載せているので、様子はぜひチェックしてもらいたいんですけども、ジオパークっていうのは世界中にたくさんありまして、まずはジオパークとは何？はい、読みます。ジオはですね、地球や大地という意味なんですけども、科学的に見て特別に重要で貴重な、あるいは美しい地質遺産を含む一種の自然公園です。はい。でこの大地の営みを一つの遺産としてですね、学んで楽しむのがジオパークですということです。はい、素晴らしいですよね。依頼をいただいて結構自由に作っていいよということで、名曲を作りたいですね。はい、どういう順番でどういう流れで曲を作っているのかっていうのを、こうリアルタイムで皆さんと共有しながら一個の曲をやっていけたらいいなと思っています。例えばなんか今までそのタイアップでこう書き下ろしさせてもらった曲の中で、欲しいものという私の曲があるんですけど、あれは映画私出すわっていう映画があって、小雪さんが主演の映画だったんですけど、まず見せてもらって映画自体を、思いついた単語っていうか言葉をこう見ながら、もう全然文章に言ってなくてもいいんですけど、ノートにこう書いていたんですよね。連想マジカルバナナみたいなする欲しいものの時は2曲書いたんですよ。で2曲書いて監督さんに選んでいただいた、森田監督に選んでいただきました。最近は女優の水谷果歩さんに何曲か歌詞を書かせていただいたんですけど、こう自分の曲ではこう出なかったような単語だったりとか言葉が出てくるのがすごく面白かったです。このジオパークでも、このジオパークというテーマがあって、でいろんな人がここに来たくなるようなっていうテーマもあるので、旅に行ったこう記憶を走馬灯、なんかイエーイマジカルバナナしながら、こうまず単語を書いて、それでメロをつけて書いていく流れにしようかなと思います。はい、なので次の回はちょっと旅の様子を振り返りながらね、動画とかで振り返りながらみんなと一緒に見て、マジカルバナナを歌詞を書いていってメロディーをつけてみたいな流れをですね、見ていただこうかなと思います。どんなところかなと気になった方はですね、 Twitter とか Instagram とかの写真をぜひ見てください。それではジションでした。チャンネル登録よろしくね。